おはようございます。今日は久しぶりに女の子と遊んでくるから、ちょっと気合入れて気合入れていく楽しみ。過ごすものって気合が違うんだよ、私は気合のやり方がだからまず朝シャンしてちょっとシャキッとしてくる。いつもストーブの前に来て化粧水とか塗ったりするのねそれがね、まだ5月になってもさ、なんていうのよ、ほんと化粧ひどすぎて、なんか寒くて今でもちょっとストーブつけてるし、なんかね、足とかもたまにね、ふくらはぎとかが痛くなるの、冷たすぎて、まあ、それ悩みだよね、ほんと。だからまだまだ私はストーブ、まあ、まだ相棒です。見えないじゃん。でもね、なんか眼精疲労っていうか、ほんと目疲れてる時はさ、ここやるともうめちゃくちゃ気持ちいい。眉毛の真上と、ほんと眉毛のとこ、こことかも超気持ちいいから、これをねよくやるとちょっと柔らぐね、気持ちいい。だからこれ好き。あとは耳回すのも好き。暖かくなるから、なんか顔周りがポカポカしてくる。気が向いた時にこの本当に気が向いた時にローラーをやるけどまあね、せっかくね、おデートだから、おデートだからね、ちょっとでも直前にでもむくみ取れたらなっていう希望を持ってコロコロする。商店っていうお店に来ました。で、今日はね、その美人っていうのはシナさんと初おデートぐらいな感じですよね。ですね、私ナポリタン、シナさんぐらいですよ。こちら美味しそう、美味しそう。このチーズあるって神だと思うよ、私。これ美味しい、うまい、めっちゃ美味しい。いつもなんかコメントでさ、なっちゃん可愛いよって反則でやってるじゃん。あれなんかね、アイドル、アイドルオタがさ、なんとか可愛いよってなっちゃん可愛いよそれが、そういうのが決められてたんで、そうそうそう、それのあれ真似してアイドルオタの真似してまずもう上げてくれる、上げてくれる後ろはさ、食べた、美味しかった。もうで次はジェラートを食べにいつもすぐ行く。あそこ七戸ですか？七戸ですね。うん。敬語。いやー面白い、なんかあんまりあんまりこう女子2人で私がなんだ出かけることがあんまりないから。私が見れると思うからお楽しみにしててください。ちょっと、あー、なんか菜の花畑綺麗じゃないですか。あー、ほんとだ、いい感じ。着きました。この時期に来るの初
初めてだから綺麗なこの畑も動画でも多分一回撮影してる外で食べた時ゴーゴーゴーチーズもあるえチーズもあるへえー、あのチーズも定番あそうなんだはいゲット私がクッキークリームとコーヒーで何味ですか？ミルクとほうじ茶です。あ、甘っ。ちょっと苦味あっていいかもしれない。甘いのと苦いのでちょうどいい。じゃあはい、大事そうに目出てください。そんな変わる。かわいい。
ドライモアジ。ドライモアジ。22世紀の不思議な味なんだよ。うん、本当に不思議だよこれ。ただいま9時半くらいです。はい、また飲みます。はい、また飲みます。